ねえ、しずきさん。あけみさん。何か悩み事でもあるの？はい、果たし状のことで。よかったら相談に乗っていただけますか？いいわよ。悩むことないじゃない。果たし状を受け取った時のしずきさん、かっこよかったわ。棒読みだったみきさんに見習わせたかったぐらい。あれはさやかさんの覚悟でしたから、ちゃんとお受けするしか。それがちゃんとできるのがすごいって言ってるの。受け取るだけならいいのですが。ん？やっぱり決闘とか嫌い？いえ、最低限の護身術は習ってますから、それはさやかさんの方が心配なぐらいで。あら、予想外。さやかさんはどうしてあんなことをしたのかと思いまして。やっぱり好きな人を取り合うんだから決闘するべきじゃない。私としてはじゃんけんでもいいんだけど。でも私はさやかさんに先に権利を譲りました。ですから私のことは気にせずに。それは汚い手だと思うわ。汚いって、私がですか？そう、とても汚い。友人が同じ人を好きだって聞かされて、しかも明日までは告白しないから先に告白するならどうぞって話を。優しさだなんて誰が思うの？思いませんか？思うわけないわね。権利を先にあげたから私は友情を大事にする女。そう思ってるならそれは大きな勘違いだわ。結局ミキさんが先に行けるわけないとか思ってたんじゃない？そんなことは。じゃあ何？先にミキさんが告白して二人がくっついたら、しずきさんはどうするつもりだったの？それは祝福をして。本当に？本当です。二人が仲良くしてる様、平穏な気持ちで見てられる？自信はないですけど。友情を優先した優しい女だって自尊心だけで耐えられる？それは、だいたい告白して振られるって前提が二人にないのも問題よね。本当の気持ちに向き合う前に相手の本当の気持ちを無視してる。そこまで言われますと。だから友情とかなんだとかで悩む前に二人で気の済むまで話し合って決めた方がいいんじゃない？何も言えない友情なら言って壊れた方がマシよ。そんな脆い友情じゃないんでしょ？はい、私はそう思ってます。女の子だからって気にすることはないと思うわ。あけみさん、あなたの差し金でしたのね。そうよ。気に障った？いえ、ありがとうございます。そうですよね、友達ですものね。二人で気の済むまで話し合ってみますわ。どんな方法ででも。